この時間はアビスパ福岡対セレッソ大阪、こちらをご覧いただきます。スタジアムには多くのサポーターが詰めかけ、勝負の行方を見守っています。天候の確認ですが、今日は晴れです。コンディション良好の中戦う両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。福岡はこの試合は 3-5-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。この場合2トップは1人がスピードのある選手、もう1人はポストプレーヤーで組ませるパターンが主流ですよね。またサイドはウィングバック的な役割を果たすので、全体的に過酷な運動量を必要とするシステムですよね、キーとなるのがボランチですよね。中盤の底からグイグイ押し上げていくのがポイントになりますよね。キックオフ、アビスパ福岡対セレッソ大阪、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドの紹介です。右にエンドを取るのはセレッソ、左側が福岡となります。鈴木、木田、長いボールを送ります。このボールはつながりません。田中、大きく前線へ、シュート、いい反応、さあこぼれた、ボールを追いかける、これは防ぎきれなかった。どうしたんでしょうかね、これは。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですが、いかがでしょう。まあもちろん精一杯やったプレーの結果ですからね、次切り替えていきたいですよね。さあ福岡、思わぬ形で1点が入りました。まあどんな1点であれ先制できましたからね、弾みになるんじゃないでしょうかね。そうですね。山岸、裏へ届くか、さあフリー、シュート、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。縦へのボール、山中、スペースに出す、クロス上げる、宮、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、もう一度上げる、山岸、福岡カウンターを仕掛けます。ここでサイド、田中、大きく前線へ、シュート、いい反応、さあこぼれた、ボールを追いかける、これは防ぎきれなかった。どうしたんでしょうかね、これは。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。まあもちろん精一杯やったプレーの結果ですからね、次切り替えていきたいですよね。
さあ福岡、思わぬ形で1点が入りました。まあどんな1点であれ先制できましたからね、はい、弾みになるんじゃないでしょうかね。そうですね。山岸、裏へ届くか、サーフリーシュート、おゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。縦へのボール、山中スペースに出す、クロス上げる、宮、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、もう一度上げる、山岸、福岡カウンターを仕掛けます。ここでサイドになるんじゃないでしょうかね。そうですね。山岸、裏へ届くか、サーフリーシュート、おーゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。縦へのボール、山中スペースに出す、クロス上げる、宮、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、もう一度上げる、山岸、福岡カウンターを仕掛けます。ここでサイドチェンジ、こうやって逆サイドまで目いっぱい使うことで中央にスペースができやすくなるんですよね。展開としてはいいですよね。亀田、大きく前線に入れます。奈良、長いボールを入れます。鈴木、大きく前線へ。今野、ここでファールがありました。しかしこれよく止めましたね。難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたよね。